今日はようこそお越しいただきました本日はよろしくお願いいたします全国ツアーの真っ最中ということで本日駆けつけていただきました J さん、現在ツアーはいかがでしょうかはい、はいえー、今僕らルナシーはですね結成35周年の,あのツアーをやっています先週も、えー、札幌公演を終えて、えー、次は、えー、また1週間後、水戸 公演を控えている直前なんですけれども、えー、あのー、ファイナル東京ドームが来年の2月に決まっております。えー、そこまでバンドとしてももう本当の、えー、魂を込めて全身全霊で、えー、突っぱしていこうと思ってます。はい。ルナシーにとってライブはどのようなものなのでしょうか。杉戸さんいかがでしょうか。 35年間ライブでうちらは叩き上げてきたのでライブこそが自分たちの存在証明でありステージこそが自分たちの居場所だと思っていますもちろん楽曲を作ること音楽を生むこと、ね、レコーディングをすることすべてがミュージシャンにとって重要なプロセスなんですけど特にルナシーはライブで始まってますからね そこが自分たちが産声を上げた場所ででいつも思うことがどんどん、まあ、今回もそうですけどどんどん技術が上がってきて例えばもうすぐほとんどの演奏とか音楽は AI にとって変わられてしまうと思うこれはこれですごいことだと思いますなんだけど僕らみたいな生のロックバンドのライブの魅力や強さというのは どんなに時代が変わってもおそらく永遠に必要とされるものだと思うんですね音楽家としてのルナシーとしての産声の場所であり最後に行き着く場所がやはりライブだと思ってますのであの今回35周年記念ツアーの最中にこうやってこの場に立ててることが本当に良かったなと思ってますジェイソンいかがですかルナシーにとってライブとはどのようなものでしょうかそうですね もしこの世の中にそのライブというものが存在してなかったら僕自身は音楽をやってなかっただろうなって思うぐらいそののの活動の中でで重要なな部分を占めるものなんですよね何かこう演奏をしてバンドのメンバーとつながってそしてその音楽が聴いている皆さんとつながってそしてそれがものすごいエネルギーとなってポジティブなものを 生んでいくそんなものののってこの世の中になかななか存在しないと思うんですそういう意味ではその僕たちはライブを通じていろいろな経験をしてきてとんでもない景色も見てきていてなので今回このライブの真空パックっていうもの、えー、本当に夢のような、うん、挑戦なんだなっていうのを夢のようなその 企画なんだなっていうのを改めて本当に感じてるんですけどまさにライブのミュージシャンのタッチや息遣いがリアルに記憶されてそれが体感できるってあるようでなかった。 こととだなと思います本当に思うのがもしこれがね50年前にあったら今地味が見れたのにとかねジョン・ボーラムがドラムがザッパがとかジョン・レノンがとかそういうことなんですよ。あのただただ僕ら演奏家としてはミュージシャンとしては感動しますし。 この素晴らしい技術のアンバサダーにね、僕らルナシが選んでいただけたってことはとても誇りに思っています。はい。ジェイさんいかがでしたか体験してみて。はい。あのー、僕自身そのベースという楽器を担当してまして、いわゆるそのバンドサウンドにおいてはその低音というのはこうすごい重要な部分を占める楽器なんですよね。で、そういった部分でも。 最初はちょっと、あのー、違っていたら嫌だなと、まあ、まさに僕が演奏した音と違っていたらうんっていう,こう不安もあったんですけれども、ええ、全く全く僕が弾いたそのままのタッチと音色がよみがえー、蘇ってきてるのを聞いてこれは本当にとんでもない音楽に。 音楽,音楽にとってとんでもないあのことじゃないかと改めて思ってるんですけど、はい、だからその声にものすごく実感がこもって本当にあの多分皆さんもいろいろ説明を聞かれてこれは一体何なんだろうというふうふに思ってられると思うんですけどすあの実際、本当に早く聞いてほしいですよね。 ご自身のライブをこう客観的にこうやって見ることって J さん、今ままででありましたかそうなんですよ僕らやり手として唯一かなわないものがあるとすれば僕たちがライブをやっている姿を僕らは見れないでも、今、僕たち見てきたんです <laughs> <laughs> いや、もう本当にねあの、なんて言えばいいんですかね。 なんか生々しさとそして何かこうこの演奏がこのままずっと未来に残っていくっていうことの可能性ですか全ミュージシャンの夢を乗せた挑戦じゃないかと改めてて思ってます僕たちのこのライブのそのプレイが残っていくっていうのはそのミュージシャンの魂が。 未来に残っってていくってことなんですよね、はい、僕らが存在しなくなってもその魂が残っていくってことの凄さっていうのは、まあ、今本当にね音楽もデータ化していってますけどもその僕たちみたいなそのもっと言ったら何かこう超アナログなもう原始ですよね楽器を演奏するなんていうことはでもその本当に元にあるエネルギーをね 未来に向けててて残しいいくっていうのはでもさっきからすごいしか言ってないんですけどとんでもないことだなとまあすごいことなんですよねはいまあ僕個人特に個人的なことを言わせてもらうともう音楽を魂かけてやってる一番の理由は次の世代に伝えたいってことなんですよねもう自分たちはもうねこの年齢で正直なところ人生のね あのいわゆる中間地点はとっくに通り過ぎていて今これだけ魂かけて音楽やってるのは次の世代にバトンを渡したいからなんですよねそれは自分たちの子供の世代でもあるしまたその世代その下の世代のためでもある僕らの音楽や存在があの新しい世代子供たちにあの、まあ、臭い言い方ですけど夢や希望や光を見出してもし あのあげれるようなものなのであれば、これほど光栄なことはないですし、そのために全てのあの活動が存在していると僕は思ってやっています。ありがとうございます。ジェイさんはいかがでしょうか？はい、あのそうですね。あのまあ、皆さん見ての通り、僕自身もなんかこう。あの若い時に。 ね、こう教科書に載っている音楽だけでは納得っていうか満足できず、まあ、自分自身のこう好きな音楽に出会ってからなんか人生が変わったような本当にもし音楽がなかったらこんな場所にもいないでしょうし人生も全然変わってたと思うんですで実体験としてやっぱりその音楽に触れていろんな仲間が増えたりいろんなことを世界を見たりした経験があるのでそういう意味では若い 子たちが、はい、そ,のその何かに触れれるチャンスっていうのがもし僕らが作れるんであればそんなに素晴らしいことはないだろうとで、まあ、今回の、ね、ライブの真空パックも将来的には僕たち、まあ、あるミュージシャンが演奏したライブを家でも聴けたりするようになったときに本当に。 飛び出してくるような音楽をその子が触れたらその子の人生にどう影響していくんだろうでもう本当にね想像すればするほどワクワクすることしかないんですよねそういう意味ではなんかこう一人でも多くの若い子たちに届くようになんか進んでいけばいいなと思ってます5人で見られたんですか実際はお一人で見られたいや今日杉蔵と杉蔵の2人で、ええ、一緒に見ました すごいバンドなんですけど改めて自分たちのバンド見てどんな感じでしたか照れますよ <laughs> 僕自身が弾いてるのを見て、ま、幼なじみのメンバーが弾いてるのを見てでそれをまじまじと見てる僕がいて杉蔵がいて一体この瞬間は何なんだろうってでもそれぐらい想像を超えた場所にある経験だったのでそういう意味ではあこの。 冷静にみ見るといやまだまだ俺たちいけるなっていう部分とお俺たちすごいなっていう部分とい、ね、いいろんんなことを、ね、感じささせてもらいましたか、はい、かがですか改めて僕はどっちかというと恥ずかしいな <laughs> みたいな <laughs> いやここうもうそれこうせばよかったなとかそういうのが多いんですけどでもあの感動はします J が言ったように自分のライブを外から見ることは基本的に不可能なことなので。 そういう意味では初めての体験ですしもう少しもらいます。